本日は畑のうねまに水がたっぽんたっぽんです。いっぱいです。水を抜く動画ですが、はい、見てみーやさん、ママ。うね、崩れてるわ。あら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 。ほら。すごいね。雨で？うん。まあ、うねが変に高かったんかもしれんけど。ああ、なるほどね。はい。まあ、急いで抜かんとレタスがこんな風に枯れちゃうので、はい。水頑張って抜いております。はい。そういうだけの動画です。こんにちは。どうも。岩崎です。ママです。やっと雨が止みました。すごかったね、午前中。4日連続。ほんまによ。畑たっぽんたっぽんです。水がすごいです。レタスやばいです。ちょっとやばいね。黄色いな。黄色いよね。水気が多いと、肥料が吸えなくなって根腐れを起こすからな。なるほど。で、ちょっと今日は水を抜こうと思います。はい。いくよ。うん。ほら、もう腐ってるよ。これそうやね。使ったり、ほら飛んでいったり。あれあれ。ほらいっぱい飛んでいってるよ風で。あれ。ね、この軸がやられて飛んでいってる。あ、そういうこと。いっぱいあるやん。あらあら。ほらここにもいっぱい飛んでるよ。多分雨で流されたよな。ああそういうこと。うん、ほら黄色いもん。黄色いな。激しいよ。タポンタポン。タポンタポンよ。もうほらもう全然やもんな。うん、あの真ん中がな水流れてないね。ああ、つ溜まってる、うん、一方で。そうだな。うんうん、ここからやれる。そうやね。隣も見てみやさ。あらあら。あのなトラクター乗ってるとなだんだんな、はい、すり鉢状になってくんねん畑って。ほうほうほう。で周りばっかり外へ上がってくるんです土がな、うんうんうん、だから逆転して戻してるんやけど、うん、戻しきれへんな。ああ、なるほど。ほらでもみんなそうや、真ん中にばっかり溜まってる、ね、そうよ溜まってんのよ、土が溜まってんのね端っこに。そうよ、うん、だからこっちの真ん中になすって持っていく、持っていく、ここほんまはなこうやってな。ああ、もうそんだけもやってる以上に土が溜まってる。うん、ああ。たっぽんたっぽんやね。いや、よろしくないよな。うん、よろしくないな。水がだから吐ける場所がないのよね。うん。おお、あ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 、ただでさえあかんのに。あ、流れる場所はこっちか。そこ、そこしかないのね。あ、流れてはいるんだ。うん。うん。ほら、流れてきたね。お、来た来た。一本でも水はけたらな、うん、染みてこっちへ来るからな。あ、それでだいぶ違うんです。うん、それぐらいだか。流れてる流れてる、うん、ちょっとあっちも行くか。行こう行こう。こっちはひま重症やねん。そうやな。まだ向こうの方がな、うん、マシはマシやねん。あ、そう。こっちも出口ないね、水の。あ、ほんまはここから水が出るんやけど。あ、こっちにね。ここの方が高いね、完全に。確かに高いね。うん、で、もう今下何も植えてないからな。うん、下へ水落とすわ。ああ、そうだね。うん、あ、ここに切るのね。うん、何回か切ってるのよ。うん、でも下もたっぽんたっぽんやけどな。すでにでもまあ切ってないからね、下は。うん、見てこれ、下まで行かんでもモグラの穴で勝手に入っていくよ。そうか、穴があるんか。そう。じゃあこれでもういいんか。
なんだ。ついこっちか。え？ついこっちか。ついこっち。あかん。ここはコップがいる。もぐらの穴がない。ない。ポンタポンやな。ここが一番ひどいかもしれんよ。ここも一番上がな、一番奥がな、竹口やねんけど、うん、あそこも上上がってしもてんねん。あ、なんか手ぶらがあんねんな。横にこう、うん、ここがそうやな。ここも竹口やねんか、うん、まあこれ一個で全然違うわ。多分隣からも来んねんこれ。あ、うん、畑隣接してるとそれがある、ね、そうでもこれあれ、ね、隣田んぼとかになったらもっと激しいからな。あ、びっちょびちょになるからな、うん、下もたっぽんたっぽんやけど、もう諦めるな下はな。作ってないっていう理由で、うん、レタスは救出せない。そうやね。だからどっかこの辺一本溝切ったらいいのよな。ああ、そうね。ここ溝切るのはちょっと辛いな。ちょっと辛いな。ここ切るか。それで手前に置いておく。うん、いいじゃん。ふん。なあ、たっぽんたっぽん。わあ、すごい。雨降る前にちゃんとやっとかなあかん。まあまあ、そういうことね。これもこっちで流れてたこっちの畑またいっぱいや。そういうことや。ああ、うん、そうか。うん、ちょっとは流れたか。ちょっとはな。ほんまや。だから結局な、はいはい、あの真ん中に一本見ときってな、下へ落とすとかな。あ、梅の、うんうん、でも結局すり鉢になってさ、はい、両サイドが上がってるのよ、うん、でそれを戻そうとしてるけど、やっぱりもう長年な田んぼもせんと畑ばっかりやってるところになるから、うんうん、こうなったらもうどうしようもないんで、うん、ちょっと水は落とさなあかんからな。そうね。ありすぎもいらんな。え、水がありすぎるのもいらん。しゃあないわ。うん、ああ、あの、たらな、こんなもんでさ。いい。ちゃんと履けるようにしとかんと。まだこっちはマシやけどさ、はい、向こう黄色いもんな。あ、そうだね、レタス自体ね、うん、そうなるからな、病気も出るしな。うん、うん、まあ絶対的な降水量の多い少ないには勝てんねんけどな。うん、水抜けた？ちょっと抜けたで見てみやさ、ほら。ここここ。抜けた。ね。ああ。抜けたよ。うん。筋いってるやろ。あと向こうも見に行ってみようか。行こう。よっしゃ。ほら、筋いってるやろ。筋いってる。ほらほら、これよいしょ。ちょっと筋がほら。あ、ほんまやな。ちょっと筋がなかった。お、ちょっとだけ。うわうわ。向こうはだいぶ下がったから見に行こうね。うん、ここ水
除きれば一番なんだけどね。そうそうそう。あ、落ちる落ちる。落ちてるのはこっちの方が水位高いんだよな。うん。遠いところやな。あ、お台も落ちてるわ。うん。いいじゃんいいじゃん。うん、こっちはいいんだよ。はい。下へ落とす。うん、まあね。雑草が生えてるな。よっしゃ。よっしゃ。落ちてるよ、ほら。あ、ほんまや。筋いってるよ。うん、いってるいってる。これはもう、いいじゃんいいじゃん。結構な量やから、なかなか。笹の根っこやな。あ、僕らもちょっと下がってるよ。そうだね、水位が、水位がね、うん、ほんのちょっとやけど、これもうタッポタッポの上まで来てたから。そう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 、うん、なかなかの雨やね。まあもう降ってる間はしゃあないけどな。そうだね、終わったらもうさっさと抜いてやらんとな。この時期やったら乾けへんねん、うんうん、まだ言うてもさ、最低気温結構さな、在庫気温20度近くいても最低気温1桁やんか。そうだね、乾けへんね、うん、全然乾けへんね、うん、はあ、植わってる作物には影響やな。そうやね、ええやな、ここ枯れてしまってるやろ。え、結構止まってるやろ。水が溜まってるとこもあったんだもん、うん、とにかく水落としてやらないから、はい、はあ、今日はそれだけの動画に、まあ、ほんまはまず外をな、低くして上を上げる努力したらあかんだけど、トラクターやってるとどうしてもこうなるから、まだ真ん中切るか、もしくはそのこのな、高畝の方がいいんやけど、うん、高畝言うても中に溝切ってしもって水たまるようなら、この溝を埋めてやる努力をな、ほんまはした方がいいね、うん、まあそんなことやってる暇ないからな、ね、こんな感じになるんですけどね、はい、まあこれもヘッポコ農家の、はいタポンタポン、はい、手な具合ですね、はいはい、もうだいぶだいぶ抜けてんじゃん。なこの筋いってるやろ、うん、抜けてる抜けてる、うん、まあ明日の朝までに、はい、なくなればいいかなとですね。で昼までちょっとは乾いてくれりゃいいかな、はい、まあ、ここらはまだな、色ほら緑色やんか。そうね、向こう黄色いもんな、うん、レタスくん、だからその辺がな、ちょっと困ってるとこですが、はい、まあ、しゃあないです、はい、まあ、雨降らんかったら雨ないし、カラカラカラになるし、雨降ったら降ったでタポンタポンになるし、ちょうどエコロアイっていうのがないもんですな、はい、その都度文句言ってあれだこうだわーわー言うんやけど、もうそれはしゃあない。で、自然っていうのは結局一番、まあ、サボってるというか一番弱いところは徹底的に攻めてくるからね、うん、もうあの根性の悪いプロボクサーみたいなもんやから、うん、もうこっちが目痛めてる思ったら目ばっかり狙ってくる、そんな感じや。こっちがちょっと水気が多くて湿ってる思ったらもう雨降って水ばっかり食べてくるから、うん、そういうことをするのが自然なので、うん、そういうやつらと戦っていくには、まあ、それなりに努力して、はい、その状態を変えていくっていうのと、うん、あとは諦めるというもうしゃあないしゃあない、もう次行こう次みたいな、はい、そういうね、切り替えるおおらかな心が必要だと思います。で、私も今まで散々ね、叩きのめされて、そうね、もうあーっていうのを繰り返して今こんな感じになっております、はい、はい、皆さんもそれで頑張りましょう、はい、まあ、今日は水抜いただけの動画でしたが、はい、こんな日もあります。おしまいでございます。よろしいですか、はい、それでは皆さん、さようなら。Thank you.